久しぶりにメイク動画やってみたいと思います。だけど、私の、私のご主人、私は結婚してるんですけど、昨日はね、私鬱がちょっと悪くて、主人にあの当たってしまって、もう別れたいとか言っちゃってね、もう最悪な雰囲気になっちゃったんですよ。だけど、今日の朝ね、私 私が寝てるところに、朝起きて、寝てるところに、主人になってきて、ご機嫌いかがポニーちゃんとかって、ポニーちゃんご機嫌いかがとか、ポニー、ご機嫌いかがポニーとかって言ったから、すごい笑っちゃって。あの、最初に言っとくけどさ、あの、私、下の方がさ、あの、まだ、歯医者さん行って、行ってないんで、他のところ治療してちょっと行ってないので、 見苦しいと思いますが、まあ、間抜けな顔だと思って、勘 <laughs> 弁してやってください。こう見えてね、私、あの、もうバブル世代で、あの、60なんですよ。で、まあ、ちょっと、ちゃちゃちゃとウェイク動画やってくださいってあ、ごめんなさい <laughs> すいませんこれ、化粧下地ですね。キスミフェルム、しっとり密着、化粧下地。プチプラを使ってます。普段は。はい。これをですね、 あのす、すごい勇気がいましたよ。すごい、素顔出すなんて。60で。すごい勇気いるんですけど、なんとか勇気出しました。そんなわけでですね、こんな感じで、えー、っと、化粧したりをつけまして、もうすごい顔が。半端ないです。ええー、ローカル半端ないです。そんなわけでね、こんな感じでつけましてね。はい。 それでね、いつもメイクする前に、今日はどんな顔にしようかなって、若いくはないのに、そんなことできるのかってな普通は考えたってさ。うん。そんなことできるわけねえだろって。あの、今の若いね、女優さん可愛い子とかね、真似すること、辛くも使わないでさ、どうやってやんのって思うでしょだからちょっとこれ見ててよ。<laughs> もうこれを見てね、もう楽しんで、もう年末楽しんでくださいよ。もう嫌なこと吹っ飛ばしてくしたいよ。お願いしますよ。はい。 それでね、えっ、ー、と、もう、これ参考にならないメイク動画です。言っときます。最初にね、あと、このコンシーラーでね、ここをほら、こういうとこ消すわけですよ。コンシーラーでね。はい、何使ってんのって、もう聞かないでください。ダ <laughs> メです。これは言えないです。はい、それで、ここをこう消すわけです。これすごいんですよ。昔のね、昔のやつだからもう売ってないと思う。あの、 ええとね、キャンメイクかなんかで買った本性ーだからね。それで、え昔の全部昔のもう昔のと昔のっていい、いいじゃないですか。まだね、3年ぐらいほら、あの、使えるんでしょ化粧品って。ねだから大丈夫です。はい。それで、ええー、と、そしたらね、スタジオ撮ったから、あとはね、ジルスチュアートのね、ジルスチュアートのファンデーションを塗っていきます。はい、ここです。ここだけをね、塗ります。まず手元のところね。 はい、こうやって。こうやると、ここの塩はが半端ないっすよ。はい、みんな、そうでしょうん。で、こんな感じで、はい、こうやってですね、こういう風にして、ファンデーション、ここのとこだけ、顔のこ、ここだけです。ここだけ。ここだけね、ファンデで塗って、あと、ここで、ここも私さ、池袋行ってさ、40代に間違えれたんだけどさ、奥さん、ファンデーション塗ってないでしょって言われたんですよ。えー なんで塗ってないの見えるのと思って。だから、薄付きに見えたのかなと思って。私もここのところも半端ないんですよ。そばかすが。だから、これを隠すんでね、ちょっとだけ。いや、もう塗りたくると、みんな言ってしょ、YouTube で。あの、痛いおばさんになるって。そうですよね。だから、あんまりね、厚毛、厚毛、厚塗りはしません。はい。いやー,あーはい、そんなわけで、ね。もう女優さんの真似するわけじゃない。私、本当に、 そのままで話してますので。はい。はい。で、こういう、こもう、こういうわけです。はい。こういうわけです。はい。これ、薄塗りでやってます。それで、これも言えません。これも言えない。もう、これもな、もう、結構前の、どっか行っちゃった。あった。これ、ジュルシチュアートのね、こういうやつね。こういうやつ、ちょっとね、この前のやつ、うん。 もう、売ってないと思う。<laughs> いいじゃないかよ。いいじゃないかよ。うん、デパコス、デパコスってさ、超高くね。ねえ。だからですね、プチプラで探してるんで、もう今日買おうと思ってプチプラで。デパコス半端ないっすよ。本当にね。うん。で、これをここにね、これをこういうやつで。これで売ってない子、なんかどっかのプチプラでこう似たゃうやつ売ってますよね。あ、キャンドゥでも売ってますよね。 ちょっと皆さん試してみてくださいね。今日ちょっとキャンドルで買おうと思ってるの。これに似たやつ。ね。で、こうやってね、こうやって、ここのところを明るくしたいってことね。ちょっと塗りまして。すごい適当だと思い出して。<laughs> なんだな、この奥さんとかお前。あ、間違えちゃった。すげえ筆間違えてるの。私使い方 <laughs> ブラシ間違えちゃったよ。いいじゃねえかよ。それで、 それで、このキャンメイクの、これもう売ってるかどうかわかんない。これね、キャンメイクの、これ、売ってるかなこのキャンメイクの、あのー、ここ、チーク使ってます。はい。で、これでね、これでブラシで、ここでこういうふにやって、ちょっとこんな感じでね、塗りましてちょっとか。今日はどんな感じでやってよかって、もう私ね、もういろんな株になりたいでしょ 60で無理なんだよね、ほんとは。なんだけど、いろんな顔なりたいって言うんでね。こうやってね、こういうふうに、う妄想してて楽しんでもいいんじゃないですかね、みんなさんね。あで、しゃーい顔見て、あらイャー、石原里美ちゃんみたいとかさ、あら有村かすみちゃんみたいとかさ、うん、そんな感じでみんなね、妄想するしかないっすよね、60はね。はい。わかってます。妄想するしかありません。はい。それで、これ、眉毛描きがね、 グレーシーをね、使ってます。私の場合。グレーシーですね。グレーシーで、まず、眉尻ね、ここをブラシでやります。こうやってやって、こう,こういうふにして、ちょっと足らないところをね、もう薄付きですよ。本当に薄付きのね、あの、ファンデでやってますからね。で、ここたこの眉尻もこうやってね、こういうふにして、 もっとデタンメイクってほら、もっとさ、短くできるんだけど、でもやっぱりさ、もう化粧しないで出るってすごい勇気いりますよね、60でね、えー。で、ポイントは薄付き。あんまり厚、厚めに塗らないっていうね。そしたら今度は、この、ケイトのね、ケイトのやつで、今度描きます、ね。これでね、ちょっとこういう感じでね、 この色ですね。この、この真ん中の色は、眉頭に使いますけど、眉頭もね、あんまり、あんまりね、塗っちゃうとね、あんまりね、すごい描いちゃってもいいんだけど、すごい描いちゃうと、あ、すごい大人の女っていう感じですよね。だけど、あの、ここと、この、眉の間を開けると、若めに見えるっていうね私、はっきりしたんですよ。だけど、それをやっちゃうと真ん中、まぬけ、 一分間ちょっと真、ま、抜けな顔になっちゃうんですけど。だからそれ難しいんですけど。で、こうやってね、こういうふうに描きまして、こうやって描いて、でね、どうしてもね、どっちかがどっちかが、あの、濃くて、どっちか濃くないっていう、こっちがちょっと足らないんで、いつもね、眉毛が。だからちょっとね、濃くしないとね、こっちのバランスがね、 難しいんですよ。うん。吉岡里帆ちゃんを目指すなら眉毛をこう下げる方がね、いいですよね。はい。えそれで。で、そしたらまもうちょっとこう、難しいんですけどね。こことここの間を開けるっていうのはね、 ちょっと間違えればンドケの顔になっちゃうからすごい難しいんですけどでここをこういうふうにしてこうやってねあのちょっと少しねこっちが薄いからもう少し黒あの暗くしますちょっとこうそれでねちょっと間違え間違えとか失敗したらこのあれでこうやって綿棒でちょっと修正しまして もうね、ちょっと、こっちがちょっと濃すぎたと思ったら、こっちちょっと、修正しまして。どうですかもう眉毛変えただけで随分イメージ変わりますはい。それでね、あとは、これもね、ま、前の、今も売ってないと思うんだけど、ジルシチュアートのアイシャドウを使います。それで、ここのところ、ここをちょっと明るめの色を塗りまして、ここですね。ここちょっと明るめ色を塗って、 それで今度は、こうちょっとブラウン系の色をちょっと塗りますね。これをね。これ普段のメイクですよ。本当に。普段あの、アップデートしてない、アップデートしようと思ってる前のメイクですので。で、こうやって、こういう風にして、もう何でも指,指の方がね、あの、いいんですよ。 ブラシもいいんだけど、ブラシだと本当プロがやってるみたいな感じになってますよね。で、あとはね、この、ビセ、ビセですね。ビセの、えー、っと、この色か。この色をちょっと塗ります。で、これは、ブラシでね、ブラシでやりますね。ここで、このところ、真ん中にこうやって塗ると、目がでかく見えるっていうじゃない。 だから、この辺をこう、ちょっと濃いめに入れて、伸ばします。こういう感じで。まあ、60はどんなね、メイクしてるんかって、こう、興味のある方はね、いいと思います、この動画。はい。クリスマス、ベイベー。はい。 そんなわけでね、こんな感じで、えー、こんな感じでですね。もう、広瀬すずちゃんみたいになりたかったって無理ですからね。うん。ほんと無理ですもんね。だからもう妄想するしかないんです。こうやってね、ここで、こういう感じで塗ります。はい。そしたらですね、今度はビューラーでですね、マ、ま、つチを上げたいと思います。ビューラーで上げて、 上げてだからさ、さ、病院行く前のの状態なよ。ここもシワがすごいしさ半端ないしさもう髪の毛が全然さもう薄いしさはげそうだしさそういう状態でさあまり綺麗に作った状態のヘアメイク動画っていうのはやってみたくや,や やってみたいけど、でも、地の重を状態でね、見ていただきたいっていうふうに思いましたので、どんなふうにやって、で、ちょっと一私、ジェパコスでもこの、ディオールね、ディオール、はい、ちょっとこれ、奮発して買っちゃったんですけど、これをね、口、口のところにリップで塗りますね。まずちょっと、こういう感じで。甘い匂いがしますよね、ディオールってね。それで、 うちの主人もね、あの、あんまりね、すごい派手なやつって嫌がるんですよね、派手なリップとかつけてると。うん。だからこのぐらいがね、ちょうどいいと思って、このぐらいがちょうどいいと思ってるんですね。で、そしたら今度はラインですよね。ラインはね、ちょっとこれアップデートする前ですからね、ちょっと本当は、 ブラウンブラックとかを使ってみたいんですけど、ちょっとこれさ、さ今、ずっと使ってたの、ケイトです。これをちょっと、ラインで使います。で、ここのところを、ちょっとこう、跳ね上がるような感じで、こういう感じでやってます、いつも。で、こうやって、あと、ここ、なるべくね、細、細身に塗る,塗るんですよ。あの、くっきりしちゃ私も、 もともと二重なんで、強めの顔が強めの印象になっちゃうんで、だから、ここもね、ちょっと跳ね上がる感じで、強めの印象になっちゃうんで、細めに塗ってます。細めに。こういう感じで細めに塗るようにしてます。そうじゃないと、あ、ちょっと間違えたな。ちょっと ちょっと間違えましたけど、そしたらね、ちょっと、そう修正します。と失敗しました。修正します。それで、あと、あら舞ちゃん、あれ、マスカラとか、下の、ここのメイクとか、やらないのやりません。普段のメイクこんな感じです。で、もう、できちゃったんで、あとは、髪の毛はね、すごいんですよ、もう。薄いし、 白が半端なないし病院行く前でですすからね大変なんですけどでこうやって、こうやるだけでもね、ちょっと、ここの薄さを、ごまかすことできますので。で、あとは、若い時ってさ、バブル世代の人はわかると思うんですけどさ、あの、亀棒とか、資生堂とか、セ生とか、すごい、化粧品のあれはクリスマスの時期もね、 あの、ぬいぐみとかをつけてくれてさ、楽しかったですよね、昔のね、日本の化粧品って。だからそういうの、結構若い時はそういう金棒とか資生堂とかさ、使ってましたよね、私世代の人たちはね。あんまりデパコさんも使ってる人があんまり、あ、いたから一部、一部いたけど、日本の化粧品もなかなかね、すごかったですよね、昔はね。4十年ぐらい前の話になっちゃいますかはい。それで、 もっと40年前とだいぶ昔か30年ぐらい前かそしてえー、っとこういう感じで少しボリュームを持たせましてもうねほとんど出来上がりですはいで私のいつも目が目が悪いんでコンタクトとかにあんまり入れたくないんで目が綺麗だって言われたんでアップデートした時は今度はブラックのねブラウンっていうのを アイライナーで使ってみて優しい身元になるかなとかね、考えてます。いつもこうやってメガネをね、かけないと、ほとんど、これちょっと色、色がつくんですよ。あの、日に当たると。そういうメガネを使ってるんですけど。まあ、去年はね、大変でしたよ。こっちのメガネ。よく見えなくなって左目が。うん。だけどもう、治って、今でも見えないんじゃないかって方がいたので、いや、そんなことないです。ちゃんと見えますので、どうも、ご心配かけました。 あの、いろいろありがとうございました、本当に。で、このね、リップだけじゃ物足りないって方いると思うんですよ。そしたらね、自分の好きなリップあるじゃないですか。もう、これ例えば、ロート、ロートリップカラー FP とか、こういう色をさ、こういう色をね、こういう色をちょっと足してみたりとかしてね、こういうふうに。 どうですかちょっと違うでしょうん。こんな感じで、あの、楽しむといいと思います。リップって、今、マスクみんな外す、知ってる人が多いから、外してる人が多いから、あれですよね。すごい売れ行きいいらしいですよね。チークとか、リップとかね。え。そんなわけで、<laughs> どうも、最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またね。